きな音鳴った時、おっていう声が聞こえたんですけれども、これから祭りが始まりますよっていう合図の集合太鼓。その次に聞いていただいたのが、鐘から始まりましたねぶたが小屋から出る時の囃子で、小屋らしいケーキ漬けの転がしと、青森のねぶたといえば皆さんもご存知、ラセラーラセラーで有名なお囃子のねぶた囃子、信仰囃子を聞いていただきました。次に聞いていただくのはねぶたが小屋に戻る時のお囃子ですね。戻り囃子を聞いていただきたいなと思います。去年もやったんですよ。で、多
ちょっとお姉さんすごいね。今私見逃さなかったよ。すごいね。すごいね。その靴はめてるのすごいと思う。